まむらです。今日はザラで、冬服を購入してきました。あのリクエストでも結構いただいてたんですけど、じゃーん、前回よりも袋が結構大きいです。こちらのね商品を、まあ、ちょっとね薄手のものとかもあるんですけど、まあ、ヒートテックを着つつちょっとねトレンドのものとか、あと今回ねザラの、秋冬服ってすごい可愛いってツイッターとかでもバズってたりしたので、はい、ちょっと今日はゆっくりそちらを紹介していきたいと思います。はい、ちょっとねいつもと背景を変えてみたりとかして、こっちちょっとすみません、物がねああいう感じになっちゃってるんですけど、あのご了承ください。はい、じゃあ早速紹介していきたいと思います。まずは厚手のもの、こちら、はい、白のニットのトップスです。これすごい可愛くって、あと丈がね短いものになるんですけど、袖はこういう感じで長い、ケーブルニットになってます。襟がねちゃんとついてて、ここのねボタンがすごく可愛いんですよ。こんな感じでちょっとビジューっぽくなってるボタンが、3つついてます。やっぱりねちょっとねあのハイウエストのパンツとかを履くことが私は多いので、あのこう丈のね短いトップスを買うことも結構多いんですけど、これすごくやっぱりあったかそうだしさ、こうやってボタンをねこのまま全部閉めても可愛いし、ちょっとねこうやって開けてきてもすごく可愛いなと思ったので買ってみました。これすごいなんかね人気そうだ。他のねお買い物来てる女性も結構手に取って見てたトップスになるんですけど、あの厚手のニットなので下にヒートテック着れば全然、今の時期だとまだちょっと暑いかなって感じ、もうちょっと寒くなったら着てもいいんじゃないかなっていう、感じのニットになっています。オフホワイトっていう感じですかね、色味結構伝わってると思うんですけど、なんか前回とか今までここ数回とか購入品紹介お洋服やった時とかって結構色味黒が多かったんですけど、今回は、ちょっと明るめの色味の服が少々多いですで少々なんて、あの私の多いってそんなに多くないのでこれすごい楽しみです、着るのが。はい、次です。なんかチェックシャツとかそういうの最近着てないなと思って、まあ、カジュアルな服ね、私久々にこれトレーナーも着たんですけど、カジュアルな服をもうとことん最近着てなくって、ちょっとでブームが終わったので、シャツとかもう着回しできるやつとか、あとなんかこうダンスの時とかに着れるもの欲しいなと思ってチェックシャツを買いました。これもねまた短いんですけど、なんかこの手のシャツで短いこういうハイウエストに合わせやすいシャツ珍しいなって思って買ってみました。でなんかちゃんとこれ切り替えになってて、ここの部分がこういう風に切り返しになってるんですね。ただね切りっぱなしっていうよりは、これシャツだとタックって言わないのかな、若干タックっぽく台形っぽいデザインになってて、まあ、綺麗に形がこういうラインがちゃんと見えるようになってる、チェックシャツだったので、あこれならいいなと思って買いました。チェックシャツ今まで持ってたやつとか結構上げちゃったりとか処分しちゃったりとかしたので、チェックシャツ今1枚も持ってなくて、私これ何に合わせようかなって思ったんですけど、まあ、あの前回買ったザラ あのレザーのパンツに合わせても可愛いなと思ったし、あとは、グレイルで買ったレザーのスカートと合わせても可愛いし、モノトーンのチェックだと何でも合わせやすい、上まで締めても可愛いし、ちょっと羽織っぽく使ってもいいのかなと思って買ってみました。夏前とかも全然使えるので、チェックシャツって万能くんだと思ってます。はい、こんな感じのものです。はい、次です。次もトップス、チャイナシャツとかチャイナワンピースってもうここ数年っていうか、まあ、去年ぐらいからずっと流行ってて、私もパメオポーズでワンピース買ったりとかシャツ買ったりとか、あとは、ジュエミのね、よく皆さんにどこで買ったんですかって言われるあのチャイナのシャツ着たりとか、デザイン的に流行ってたと思うんですけど、ザラにも今回あのちょっとチャイナっぽいデザインのものがあったので、あの欲しくて買いました。白のチャイナシャツです。これすごいなんか色味が柔らかくて可愛いなと思って買いました。なんか結構そのチャイナのデザインになっちゃうと、なんか黒とか赤とか、私が持ってるやつだと緑とか、ちょっと結構はっきりした色味とこのデザインがやっぱり合うから多いんですよね、そういう色味が。でもなんかこのちょっとアイボリーっぽいクリームっぽい
生地の色にこの黒のねボタンのデザインがすごく可愛いなと思ったので、ちゃんとねあの生地もこうやってしっかり花柄が入ってるんですよ。ほんとチャイナ服ですよね、まさに可愛い。まあ、言うて結構薄いので、まあ、下にヒートテック着たりとか、まあ、でも透けるので黒のヒートテックだと結構透けちゃうかなって感じ。袖パンが結構こうゆったりしてるので、下にタイトめのパンツを履くか、もうタックインしてあのハイウエストのパンツと合わせるかっていう感じですね。まあ、どっちにしても可愛く着れるんじゃないかなって思います。ちょっとゆとり持って着た方が可愛いのかなと思ってあえて L サイズを買いました。ちょっとねこの辺が多分今の着てる服と同じでこうちょっとタユタユする感じが可愛いんじゃないかなって思っております。パンツですね、ピンクのハイウエストのパンツを買いました。ちょっとねストレートっていうよりはこういう感じのパンツになってて、まあ、しっかりねあの前にタックが入ってるパンツになっております。なので形が綺麗ですね。で真ん中にこうやってラインが入るので足も綺麗に見えるパンツです。まあ、ポッケもついてるし使い勝手はいいのかなっていう感じ。結構ね色がレンガ寄りのくすみピンクなんですね、これ。なのですごくあの 秋とか冬っぽくていいのかなって思いました。あれこれポッケだと思ってたらフェイクポッケだ。ポッケ大事だよね。もうさ、なんなら手ぶらで歩きたい時とかは携帯ポッキーに携帯と鍵となんか本当に大事なものなんか、まあ、例えばリップとか入れてもう外歩きたいのにポッケなかったら本当困っちゃう。まあ、しょうがないね、こればっかりはね、しょうがないですよ。前はこんな感じで後ろもちょっとね若干タックが入っててこういう感じになってます。生地もねあのまあめっちゃ厚手なわけじゃないけど、まあ、秋冬仕様なので、まあ、生地はしっかりしてるのでちょっと夏とかねに履いちゃうと暑いのかなっていう感じ。黒のねお洋服が圧倒的に多いので今季私買ったものとかも含め、まあ、黒と白が多いんですよね。なので、まあ、ピンクのパンツあったらちょっと差し色になっていいのかなって思って買いました。スカートが可愛いのがあったので買いました。花柄のスカートになるんですけどちょっとね見えづらいんですけど形がねあのマーメイド型になってます。ウエスト部分はピタッとしててちょっと下にねズン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 っていくとちょっとずつこういう感じで広がっていくタイプのスカートですね。まあ、生地が結構薄手ではあるんですけど形がすごく綺麗だなって思って買いました。レースで広がるタイプのものだと多分私骨格的にすごい太って見えちゃう、バーンって見えちゃうのでこう一回ここがキュッと締まってこうふわっとするタイプだとこう綺麗にね足元にふわっと広がって綺麗に見えるのでロングスカート結構持ってるんですけど形が綺麗なスカートないかなって思って探せたらちょうどあったので買ってみました。まあ、ちょっとね生地が薄いからもうこの下にタイツとかなんかまあスパッツとかそういうものを合わせるのが一番いいんじゃないかなって思います。黒地にお花柄になってます。さっきも言ったんですけど黒とか暗いものが多いから柄物とか色物が入ると一気に可愛くなるのかなって思ってちょっとスカートも買いました。まあ、ちょっとこれもね結構着回ししやすいのかなって思う。さっきの最初に紹介したニットのトップスとかと合わせても全然可愛いと思う。これ結構ハイウエスト気味なのでこういう感じで合わせてもすごい可愛く着れると思うし、はい、何でも合わせられる万能スカートです。はい、ということで以上5点が今回ザラでの購入品です。使いやすくってあのデザインが可愛いものを今回は中心に購入してみました。なんかね欲しかったワンピースとかそういうものが意外となくってやっぱ人気なんだなと思って、はい、ちょっと残念ではあったんですけど、まあ、ニットとかねあと欲しいデザインのものが買えたので私は結構満足なお買い物になりました。はい、皆さんの参考に少しでもなれば嬉しいです。皆さんもねザラで何か買ったよとかあのそういうものがあったらぜひコメント欄で教えてください。冬はあとはグレイルとかもまた紹介しようかなって思ってますので、まあ、コメント欄でお洋服紹介してほしいところとかありましたらそちらも合わせて教えてください。ということで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。リクエストもコメント欄で随時受け付けてます。ということでまた次回お会いしましょう。バイバーイ。